皆さん、こんにちは、モノモースです。今日は、医師による嘱託殺人の判決、そしてその背後にある穴アソや尊厳死についての議論についてお話ししましょう。このテーマには、非常に敏感で複雑な要素が含まれていますが、深く掘りされて考察していきたいと思います。まず、事件の概要から、ある医師は、ALS という難病の患者からの依頼を受け、懲役18年の判決を受けました。患者さんは、病面の進行で苦しみを感じつつある状態で、その苦しみから解放してほしいと、この医師に依頼したと言われています。この医師は患者 さんの願いを叶えるために行動したと主張していますが裁判所は利益を求めた犯行であると判断しましたここで考えられる問題点はいくつかありますなぜならばこの行為が本当に患者の意思に基づいたものであったのかそして極限状態にある患者の意思をどう捉えどう尊重するべきなのかという複雑な問題が含まれているからですさてそこで私たちが考えるべきは安楽死や尊厳死の制度がどのようなものであるべきかということですコメントには安楽死や尊厳死を支持する声があり現行の医療や法律において十分に渡る 対応できていない現状が見て取れますしかしこのような制度を導入する場合非常に慎重な議論が必要です特に本人の意思をどのように確認しどのように尊重するかそして誰がその判断をするのかということが重要になります今回の件は残念ながら利益を追求した結果としての犯行と判断されましたがそれでもこの事件は私たちに強く訴えかけるのは尊厳死や安楽死に関する社会的な議論の不足です最後にこの話題は私たちの人生の尊厳や人間としての最後の選択について深く考える 機会を提供してくれますどのような状況であっても人の生命を軽視することなく尊重しそれぞれが尊厳を持って人生の最後を迎えることができるよう制度や法律そして社会のサポートは必要だと感じます今日はこの辺りで話を終わりますがこのテーマについてはまだまだ話し合うべき点がたくさんあります皆さんの意見もぜひコメントで聞かせてくださいそれではまたお会いしましょう